中野城町は群馬県北西部、東郡にある町。東郡の行政、経済、文化の中心地。郡内で最大の人口を有する。千メートルを超える山々が広く分布し、産地が広い面積を占める。四万川が町の西部を北から南に流れ、東川に交流する。東川は南部を西から東へ流れている。中野城の市街地は、 東ズ川北岸の河岸断球に形成されている。太平洋側気候と中央高知式気候の特徴を合わせ持つ。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に分類されるが、夏季に比べ冬季の降水量は非常に少なく乾燥する。東第三小学校校舎として建設され、その後中の上長役場として使用された、現在の中の上長歴史と民族の博物館。 ミューゼ明治5年、廃藩地県によって、群馬県が誕生すると、今の中野城町は、その第二十大区に編入され、かつ、四小区に分けられた。明治11年に、大小区制が廃され、軍区町村制に移行すると、現在の中野城町役場の隣に、東ず軍役所が置かれ、小区の役割は、町村連合による古町役場に受け継がれた。 当初中野城の旧四小区には9つの古町役場があったが、明治17年の再編成の際に5つとなった。この再編が、明治22年の新町村発足の基礎となり、中野城町、伊勢町、西中野城村、青山村、四条村が合併し、中野城町が誕生した。昭和28年、町村合併促進法が施行され、群馬県は、 各市町村に合併計画試案を通達した。そのうち、中野町ブロックは、中野町沢田村、伊産村、名久佐田村、高山村の5町村合併案であった。その後の合併推進協議会の結果、高山村の離脱が決定。昭和30年4月1日、中野町沢田村、伊産村、名久佐田村の4町村が合併し、 新中野城町が誕生した。この合併に関しては、商工会や地元有志による7町村、10町村の大合併構想も存在したが、意見の集約をしきれなかったことや、動き出すのが遅かったなどの理由で実現しなかった。平成22年3月28日、国村を編入する。基本的には、3観の小規模農業である。かつて JA。 沢田の沢田の漬物と阿賀獅子君と薬応援の目薬の木を中心に観光の目玉として売り出されていたが現在は販売されていない。駅前商店街はかつては賑わいを見せていたが保守的に過ぎた商工会と後継者不足東阿賀津町原町の積極的な商業誘致活動により錆びれつつある夜景は美しい入り内島町長に代わり駅南に バイパス道路が完成したのを機に誘致活動や広報、活動、路面整備を行い賑わいを取り戻そうとしている。4万温泉街、沢渡り温泉街は共に観光街として、それなりの賑わいを見せている。4万温泉街は、往路の歩道不足及び駐車場不足に対応するため、工事が行われている。沢渡温泉街は、近隣の温泉街と比較して知名度が低いことが、 ネックとなっている。教育施設として、高等学校1校、中学校2校、小学校2校、特別支援学校1校が所在する。あずま中央高校は、前身の中野城農業学校時代は、群馬県の農業教育の中心であった。農業家では春先には、苗の即売を行い、夏から秋にかけては、敷地内で収穫した野菜を近隣住民に、行商している。 中学校は、中野城中学校と六号中学校、白根会全学校中等部があり、中野城中学校は、中学駅伝の名門として知られ、全国大会での優勝経験もある。学校目標は、自主自立である。リザンク飛行園四万個奥四万個、小渕慶造蔵中野城町出身の音楽プロデューサー、作曲家の割田康彦が、道長からの依頼を受け、 2011年5月、中野城の歌を作詞、作曲した。同年8月2日、歌手竜美ホによる、ノスタルジックフレーバーバージョン、ボサノバフレーバーバージョンを、都内スタジオにて録音。同年8月20日に中野城ビエンナーレ2011、前夜祭り、夜行誌にて発表した。同年12月10日、中野城ツインプラザにて、 中野城町民全世代による即席合唱団によるザ・ボザス・オブ・中野城バージョンを録音した。2012年3月20日、全7バージョンを収録した CD 中野城の歌が発売された。中野城町の前後に CD1 枚ずつを配布。日本で最もオシャレな町の歌として新聞やインターネット等で話題となる。ありがとうございます。